史上最高額の建造費イージスシステム搭載艦イージス艦を2隻建造で3797億円型上との情報をキャッチしました。今回はそんなイージスシステム搭載艦建造計画について詳しく見ていきますね。トマホーク搭載で防御で攻撃、馬毛島入港で馬毛島の役割も変化しますね。トマホークの1年前倒しで今訓練開始されていますし、このイージスシステム搭載艦建造は2024年度には開始されるとの話です。ついに動き出したね。日本は2023年度の防衛予算案から従来までのその額を大幅に増額する方針を打ち出し、政権を担当する現岸田内閣は2023年度から2027年度までの5年間での総額をおよそ43兆円規模にまで拡大させることを表明した。これが実現すれば、最終年の2027年度の防衛予算案の額は、これまで冷戦期から暗黙のルールとして日本の歴代の政権が維持してきた対 GDP 比で 1% 以内という目安を超えて同 2% の水準にまで引き上げられる。こうした防衛予算額の引き上げは、今でも一部の野党や団体、個人から、これまで太平洋戦争の敗戦以後、長らく積み重ねてきた日本の専守防衛という理念を無にする行いだとして、多くの批判の声が上げられている。しかし、中国による南シナ海や東シナ海を軍事的な勢力下に収めんとする動きの激化は、台湾有事やその際に派生するであろう南西諸島方面への脅威の高まりを前に、多数の国民からは防衛予算案の増額はやむを得ないと捉えられている。これは選挙結果から見ても現政権与党である自民党と公明党が支持されていることからも裏付けられているが、2022年2月にロシアがウクライナへの軍事侵攻に踏み切ったことで、さらにその承認につながった感は強いように見える。こうした状況下の日本において、2024年度の防衛予算の概算要求では、単体で、ことに、大きな費用となる、イージスシステム搭載艦2隻の取得費用及び、それに関わる付帯経費として、総額で4546億円が盛り込まれた。このイージスシステム搭載艦2隻は、無論、海上自衛隊が運用する艦艇となるものだが、2024年時点で、同隊は、8隻のイージス護衛艦を保有、運用しており、既存のそれらの艦艇との違いを認識しておく必要があるだろう。既存の海上自衛隊のイージス護衛艦8隻は、建造が古い順に金剛型4隻、愛宕型2隻、マヤ型2隻で構成されており、いずれもアメリカ海軍のイージス艦である、アーレイバーク級ミサイル駆逐艦をベースに日本で建造されたものだ。これらのアメリカ海軍のアーレイバーク級ミサイル駆逐艦や海上自衛隊のイージス護衛艦がイージス艦と総称されている理由は、アメリカ製のイージス武器システムを搭載する艦艇であるからである。イージス武器システムは正式な名称はアイジス・ウェアポン・システム・マーク7であり、アメリカ海軍と現ロッキード・マーチン社が1960年代から1970年代に新たな艦隊防空を担う兵器システムとして開発を行ったものだ。ただし、開発されたイージス武器システムは、当初の主目的であった艦隊防空任務に止まらず、レーダーセンサ類とデータリンクを可能としたコンピュータシステム、それに各種のミサイル等の兵装を連携させることで、様々な戦闘に対処可能となっている。これにより、イージス武器システムは、対空、対艦、対地等の各局面の戦闘に、迅速に対処可能なものとなり、一度に同時対可能な目標の数は、実に128機を超えると言われており、それら補足した目標から、脅威度の高いものから、順に10機以上を同時攻撃可能とされている。イージス武器システム自体の1セット分の調達費用は、およそ500億円程度と目されており、決して安価とは言い難いものの、1960年代末から、アメリカ海軍のタイコンデロガ級ミサイル巡洋艦や、アーレイバーク級ミサイル駆逐艦全艦に実装されている。タイコンデロガ級ミサイル巡洋艦は全27隻、アーレイバーク級ミサイル駆逐艦は、
すでに70隻以上が建造されているため、イージス武器システムの調達費用も、その大量導入で能力に比してコストパフォーマンスは向上したとも言えよう。日本の海上自衛隊のイージス護衛艦は、2024年時点で8隻を保有、運用中であることは前述した通りだが、実は、2023年度以降の防衛予算案の増額に伴い、さらに、2隻を新規に建造することも計画として計上された。さて、そんなイージス艦とイージスシステム搭載艦の違いだが、後者は、2020年6月に、当時の河野太郎防衛相がこれまで導入する方向で進められていた、陸上配備型のミサイル防衛システムである、イージス・アショアの計画を急遽中止したことに伴い、その代替策として、新造が決まった艦艇だ。それまで、イージス・アショアは、日本の山口県と秋田県の2カ所に配備する計画で、およそ4500億円の費用を投じるものであったが、ミサイル本体を加速させるためのブースター部分の落下位置を制御することが困難との理由で中止が発表された。当時の2020年も、現在の2024年でも、日本のミサイル防衛は、8隻を有するイージス艦が搭載する迎撃ミサイルによって中高高度では担うこととなっており、これを突破された場合の終末段階用に、BAC-3 等の地上兵器が想定されている。しかし、中国による尖閣諸島をはじめとする南西諸島方面への軍事的な圧力が年々増してくる中で、貴重な艦隊防空能力有するイージス護衛艦をこれまで通りに、ほぼミサイル防衛のみに従事させることは、限られたリソースの配分の点からも厳しくなっていた。そこでイージス・アショアを配備することで、イージス護衛艦の有効活用を図ろうとしたわけだが、前述したように、それは、ブースター部分の落下位置を制御することが困難との理由で、結果的に断念することとなったと思われる。個人的には、これが今のタイミングであれば、イージス・アショアを配備予定であった、山口県と秋田県の2カ所に、そのブースターを空中で破壊する仕組み、例えば BAC-3 や高射機関砲等を専属配置する案も出せたのではないかと感じる。それらが、確実に、イージス・アショアのミサイル本体から切り離されたブースター部分を、民間に被害を生じさせないように破壊できるか否かは断定できなくとも、今のロシア・ウクライナ戦争を見れば、本当の戦時には多少の犠牲もやむなしとの判断も下った可能性はないだろうか。仮定の話をしてもしょうがないかもしれないが、何にせよ、非凡は、イージス・アショアの導入を断念したため、その代替手段を検討し、再度そこで選択された手段を迅速に配備する必要があり、それが、イージスシステム搭載艦2隻の新造と相なった。当初は、もっと大型な艦艇となるとの情報も流布され、一部で、その規模に、疑問の声も上がったイージスシステム搭載艦だったが、その後は縮小修正され、基準排水量で 1.2 万トン、全長で 190.0 メートル、全幅で 25.0 メートルとアナウンスされている。それでも、最新鋭のマヤ型護衛艦のスペックが、基準排水量で8200トン、全長が 170.0 メートル、全幅が 21.0 メートルであることに比べれば、イージスシステム搭載艦は、一回り以上は、確実に大きいことになり、海上自衛隊で、最大の水上戦闘艦となることに変更はない。現時点で、防衛省サイドからは、イージスシステム搭載艦には、主目的である、ミサイル防衛用に、アメリカ製の迎撃用ミサイル SM-3 ブロック 2A 及び SM-6 を実装する予定だと説明されており、これで、イージス・アショアの役割をカバーする方向だ。これに加えて、イージスシステム搭載艦では、先頃、日本が、アメリカからの調達を決定したトマホーク巡航ミサイルの運用も行う予定であることが打ち出されており、かつ、国産で開発中の1人式地対艦誘導弾の能力向上型の艦艇搭載用も予定されているという。イージスシステム搭載艦浜屋型等の既存のイージス護衛艦と比べ艦隊が大型化されていることもあり、SM-3 ブロック 2A 及び SM-6 やトマホーク巡航ミサイルを運用するマーク 41VLS の数は、実に128セルとマヤ型から32セルも増加している。
国産の1人式地対艦誘導弾の能力向上型の艦艇搭載用の運用については、マーク 41VLS には、運用統合が、アメリカ側の OK ができないため、専用の4電装の発射塔を、別途2機実装するとめされている。